発表時弾が PSG 監督就任へ。フランス一部パリ・サンジェルマン PSG は、今シーズン限りでクリストフ・ガルテー監督が解任される見通しとなっており、後任候補に元フランス代表ミッドフィルダージネディーヌ・ジダン氏の名前が挙がっている。フランスメディアルジュースポートは、監督就任にあたって、ジダン氏が獲得を希望した選手の名前を報じた。PSG のオーナーであるカタールスポーツインベストメント社にとって、ジダン監督の招聘は悲願だった。スペイン一部レアルマドリードの監督を退任してからフリーになっているフランス人指揮官は、すでに最初の希望選手を伝えたという。ジダン氏は PSG に、バルセロナ一部フランス代表フォワードウスマン・デンベレの獲得を希望しているという。米印以下省略。今のパリだとジダンぐらいしかまとめられないんじゃないか？メッシが唯一自分からユニ交換を申し出たのはジダンだし、エムバペもリスペクトしてるし、ネイマールでさえ。デンベレ云々は置いといて、ジダンがパリの監督になって CL 初優勝に導いたらマジですごい。ジダンは来季からまたレアルだよ。パリで自身の価値を下げないでほしい。パリのジダン見てみたい。そしてデンベレ高く買ってバルサを助けてください。アザールが欲しいともう一度言ってくれ。ほんとかよ。マルセイユ出身のジダンがパリの監督なんてまず信じられんわ。前線の補強がまず先なら結果は誰でも一緒だろうね。問答無用のカリスマ性でスター軍団を導く。